日本の醤油メーカーでは、日本の醤油製造者を列挙する。醤油製造業は、食品製造業に分類される要種であり、全国的な業界団体として、日本醤油協会、全国醤油工業共同組合連合会、全国醤油醸造協議会が組織されている。また、各都道府県にも、共同組合がある。2019年の都道府県別醤油等、 出荷数量を見ると、千葉県36.84%、兵庫県16.01%と、全体の半分以上を、この2県で占めている。かつては野田、銚子、辰野、小豆島、大野が、醤油の後大名産地と言われたが、現在では、大野の生産量は少ない。2019年時点で、日本国内2141社の醤油メーカーが、 あるが、毎年数パーセントずつ減少している。2018年時点で、大手メーカー6社で、国内流通する醤油の約60%を生産し、準大手メーカー9社を合わせた15社で76.5%を生産しており、零細メーカーとの二極化が著しい。キッコーマンの田本社、ヤマサ醤油本社、ショウダ醤油本社、ヒゲタ醤油本社、 東丸醤油本社第一工場2018年時点で大手メーカー6社で国内流通する醤油の約60%を生産している。2018年時点で純大手メーカー9社で国内流通する醤油の16.7%を生産している。福山醸造柴沼醤油きっ内な豊富フズ分線、拡張堀川桑田醤油醸造初夏又醤油。 超工醤油千葉県野田市で創業したキッコーマン株式会社は2009年に純水持ち株会社に移行し醤油を製造を販売する子会社キッコーマン食品株式会社は東京都港区にある。またキッコーマン株式会社も野田本社の他に東京本社が東京都港区にある。しかし製造拠点の多くは野田市周辺にある。創業は千葉県調子市。 1939年に本店を東京に移転したが、工場や営業などの拠点は調子にある。キッコーマンと資本提携している。現在は森田の完全子会社でブランド管理会社。和田館は2000年に森田の関連企業であるミックスグループが設立した会社である。前身の和田館食品工業は1999年に倒産した。三尾市は 全商の完全子会社である。債務超過に陥った三シ・サ三ビシとは別の会社より2006年に営業譲渡を受け事業を継続している。マルキン醤油などの親会社であり、ジャパンフェドリカーアライアンスの完全子会社である。現在の三印醸造株式会社は、ヤマサ醤油の完全子会社で、2005年に旧三印醸造株式会社から事業譲渡を受けたもの。 現在は、森田の完全子会社でブランド管理会社。AB、業界概要。醤油情報センター。2019年10月13日閲覧。AB、統計資料ダウンロード。醤油情報センター。2021年1月26日閲覧。大の醤油とは、大の醤油醸造協業組合。2019年10月12日閲覧。 abcdefgi ファクトブックキッコーマン2020年1月15日閲覧ありがとうございます。